もうすでにピンチじゃないか。すでにピンチじゃねえか。いや、俺この状態からだとさすがにポイントなしで突っ込むのきついんだが。なんとかなるこれ。上げるぞ。後ろにいる？ああ、今。まずい。後ろからも撃たれてんだが俺。やばい。人数が全然足りてなくないか。いいよ。司令部より増援だ。精鋭の支援を得られる。すげえいいポジションにいるの。もうちょっとポイントないと、もうちょっとポイントないと挽回できん。あ、いいね。敵をターゲット。追い出そう。うわあ、グレは置いた。これいける。もういきなりクライマックスなんやめて。新年早々。そうなんですよ、新年明けましておめでとうございます。まあ、現在今ね、1月1日の2024年の、ね、1月1日の午前10時なんですけども、ちょっと共演の方ねやっておりません。共演の方ちょっとやっておらずですね。だいぶやったぞ。ちょっとポイント足りない。今ので押し込めてないか。そうそうそう、いいよいいよいいよ。押し込む押し込む。いや、バラージがすごい。敵のバランスがすごい。行動ハンガーに部隊が到着した。どう、部隊到着した。アナキンスカイウォーカー倒している。待った、 BB-8 いる。BB-8 はぐるぐる回ってるぞこれ。どこにいる？エアリアル。ということでね、すまん、みんなの思いを乗せてね、この1月1日に頑張ってみたんだけどさ、みんなの思いを乗せて、みんなの思いを乗せて頑張ってみたんだけど、やってねえっすわ。やってねえっすわ。残念なことにやってねえっすわ。味方の動員が到着した。我々の精鋭の一人だ。ちょっと溝にはまっちゃった。ルーカ倒したよ。ルーカ倒したんだけど、問題はあとはあれかい。 BB-8 をなんとかしないとまずいんだよね多分。は倒してるんだがポイントが足りない。そうだね、行ってあげないとまずいね。 BB-8 は倒せてねえんだよな。結構後ろしっかりビークル対策されてるから。そう、うちのベイダーを助けてあげるようにしないと。うちのベイダーを、ね、助けてあげる動きしないとダメなんだ。もうちょっとないと。お、いった。ナイスナイスやん。ナイスやん。すげえ厳しい状況だけどもう。こっから50でちぎるのなかなか大変なんだけど、ちょ頑張ろう。そ
そうなんですよ。ちょっとやってないんですよね。でもまあ一度だけ5月の開催が結構遅かった時あるのよ。夜9時から開催したっていう時もゼロではないからゼロではないから、まあ、可能性は限りなくってやつだけど、足した可能性は限りなく厳しいけども、またいる。どうするこれ、裏からいけるか。もう1回しか使えないもんな、ファーストジェットルーパー。どっか空いてるとこない？ルート、カズマ姉さんがやられ、うわ空いてね、ここも見ると空いてる、少なすぎ。特殊部隊のエージェントが到着、レジスタンスを攻撃する。ジェネレーターを止めた。痛い、ごめん、ヒロイックバイトは邪魔すぎた厳しい諦めるんじゃねえまだあるだろチャンス。押し込め、チャンスあるぞ。俺が一生懸命後ろで削ったパターンありだったんじゃないの。結構減ってる。強化扉が閉じるぞ結構減ってる。上から撃った方がいい。反対側。2機のジェネレーターを破壊、残り1機だ。ちょっとすげえ遠い、上から撃ちたい。上から待って、そんな人数減らないで。最高指導者はこの人、ファーストオーダーはこの戦闘。厳しい我らはその日を迎えられないかもしれない。いやあれベイダー手伝わないであれだったかもな、削り続けた方が良かったかもね。いや難しすぎるって判断が。そうだね、もうちょっと早めに、私が合流する前にもう少しきちんとプレッシャーをかけていれば、ワンチャンス、あったかもしれんな。いや、惜しかったな。そう、味方結構、キル数稼いでたってことは、ある程度早い段階で仕掛けられたんだよな。そうだね。もう、私が来る前にもう一仕掛け、二仕掛け欲しかったかな、ということで。まあ、残念ながらね、共演は開催されておらず、厳しい2024年の船出になりましたが、まあでもあそこでワンチャン取りに行けたっていうところは、むしろ途中参加にしては頑張れたんじゃねえかなと。そうだね、あれも、A から落としちゃダメなんだよな惜しかったよ。もう少し戦い方がね、できてればワンチャンスありましたね。ということでね、まあ現在やっておらずと。まあまた夜も確認してみたいと思いますけれども。まあそんなこんなでね、今年も皆さんよろしくお願いいたしまーす。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。